様々な戦いの道を歩んでまいりました。タッグ、最重量クレーン車、相手を一発で仕留める必殺のパンチを持ちます。1m80cm、 体重 180kg、 アメリカからやってまいりましたバタービーン。軽やかなこの身のこなし、肉体は筋肉の鎧を身につけた世紀の超重量級対決、どちらのパワーが勝るのか。でも申しましょうか、この肉体が。この番組は D&G と動き回るバタービーン、いよいよボブサップとの対戦、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。これは1回戦屈指のフォーカードですね。21世紀の野獣、ついに土俵へ、ボブサップ、バタービーン、豚のように舞い、豚のように刺す、バタービーン。これは面白い。さあ、サップ対バタービーン、しっかりと握手を交わしました。あけぼのさん、はい、たまらない対決じゃないですか。そうですね、スモールールでやりたいやりたいって言ってましたので、どのレッツがね、ボブサップがどれレッツで見せてみたいんです、見たいんですね。2メートルが勝つのか、あるいは180キロが勝つのか。しかしバタービーンは似合いますね、本当に。回しが似合いますね。回しがめちゃくちゃ似合いますね。本当に典型的なあんこ型ということで。あんこ型ですよね。いやー、さあ登場いたしました、仕切り戦の前、ボブサップ対バタービン。さあ、サップとバタービンか、先生に当たった、押した押した押し押し、ボブサップ圧倒、すごいサップ圧倒ですね。向こう正面、ボブサップ押し出しの勝ち。うわー、バタービンが押されましたね。2メートルと180キロが正面胸で当たった。何かこう曲げがないだけという感じですか。いや、もちろん力は強いんですけど、毛の使い方も器用なんですね。ちゃんと脇が締まって下からこう押し上げるように。体を上げてますよね、これ下から、下から、下から、脇の下に手が入ってますよね、まあ、要するにハズをして、相撲界で言うんですけど、やっぱ重いですよね。ありがとうございます。 I was ready to go. What I did is I used a little bit more football tactics. It makes you respect real true sumo very much.But K1 different, Bob Sapp get knocked out.